ハニーマスタードグリルチキン。こんにちは劇団、ちょっとこんにちは劇団スカッシュです。マックドナルドが大好きな劇団スカッシュの OL 部なんですけれども、今日はですね、その笹塚駅の周辺にマクドナルドないかなとかちょっと探してみたところありました。いや違うじゃないですか。似たようなところがありましたので、バーガーを買ったんですよ。ハニーマスタードグリルチキンバーガーわ、ほら一味違う、ロッテリア。どのぐらい違うのか、多分一味なんでしょうね。一味ぐらい違うと思うんで。あー、あーうまそう。何これ、うまそう。え、あすごい肉感が。ハニーマスタードグリルチキン、うわすげー。レタスがちょっとやれたって。ちょっとこれ一味違うかもしれない。これ食べるときに注文したら、ちょっとお時間いただきますねって言われたんですよ。あ、じゃあファストフードなのに。すごい、全然ファストじゃない。それいただきます。はい、マックと味が違う。いや、そらそうです。すげえうめえ。あ、そんなに違うんですね。マックのチキンって、はい、合成肉っぽいチキン。あ、わかりますね。これは、まあ、表現これでうまくいくかわかんないんだけど、セブンイレブンの揚げ鶏みたい。ちょっと待ってください。うまいよ、うまいよ。いただきます。はい、うわ、うまそう。めっちゃニワトリ、すごい美味しいですね。うまいでしょ、これハニーの意味がわかりました。そう、ハニーマスタード。あ、マスタードなんですね。これがマスタードです。いや、汚いよ。見に来てくれた皆さん、見に来れなかった皆さん、笹塚駅に来た際にはロッテリアにぜひ寄っていただいてね。なんで笹塚限定なんですか。あったから、あったから。ロッテリアで数量限定なんで。あ、そうなんですね。食べれるかどうかわかんないけど。じゃあ秒速ドリーマー T シャツと全く一緒ってことですね。あ、うまい。秒速ドリーマー T シャツも1回につき数量限定で販売しますんで。あ、俺こういう情報言うのあんま初めてかもしれない。数量限定で販売しますんで。あとロッテリアのお得情報、はい、もう一個。マックは朝マック以外朝買えないでしょ、はい、そうですね。買えますかね、ロッテリアは。あ、これはこれ買えますかね。朝マックの時間帯は、朝はマックは朝マックしか買えないんだよ。そうですね。これは朝マックの時間帯でも朝マックじゃないのに、まずマックじゃないから伝わっていくかな。美味しさは、いやどうなんだろうな、伝わってるのかな。いや、うめえのよ、これチキンなのよ。だから、あれなんですよ、マスタードがちょっと蜂蜜がかかってるんで、ちょっと甘さがあるんですよ。で、その甘さが肉にうまいことこうまとわりついてるんで、肉本来の、チキン本来の甘さもうまいことこう合わせて、美味しいなっていうふうに私は伝わりました。そう。なんか、そっちにうまいこと言う。テンション下がるよ。あえ飲み始めたんですよ。うまい。はい、こうやって一日一日、はい、ご飯を食べて、はい、本番をして、はい、またご飯を食べるという、はい、サイクルが始まりますんで、はい、ちょっとセカンド動画の方はこういう動画が多くなるかなと思います。そうですね。でもちょっとは報告とかもしていくから楽しみにしててね。劇団スカッシュでした。ロッテリアも大好き。しまったね。